ください。
改めまして、ジャズとロックの合同バンドです。よろしくお願いします。ですね、ジャズとロックの2つのリバンドの2つの部活団体ですね、すみません、のライブっていうのはこの定期演奏会ならではだと思いますので、ぜひ私たちも全力で楽しんでいくので、皆さんもぜひぜひ楽しんでいってください。よろしくお願いします。では次にちょっと落ち着いた綺麗な曲をやりたいと思います。Thank you.
ありがとうございます。ありがとうございますですね、この合同バンドがすごく私にとって貴重な体験となりまして、というのもですね、ロックにいたらこの本体とは一緒にバンドできなかったかもしれなくて、でもしロックにだけいたらこの素敵なメンバーと出会うこともなかったかもしれなくて、という意味で私にとってすごくかけがえのない大切なバンドの一つになったんですけど、そういうかけがえのない大切なバンドになった理由はやはりこのメンバーがいてくれたからだと思うんですね。なのでちょっとここで皆さんにこの素敵なメンバーを紹介させてもらいたいんですけど、いいですかね。ちょっとダメって言われても落ちるんですけど、というわけでね、まあ、メンバー紹介をさせてもらいます。じゃあちょっと上手側からしていきます。ジャズからフルートと、ごめんね、ジャズからフルートとバリトンサックスをしてもらっています、島大輔くんです。ちょっと先に本体からいきますね。で次に同じくジャズからテナーサックスの牛場真美ちゃんです。続きましてジャズからトランペットの島田良太郎くんです。でちょっと後ろに行きますね。ではこちら変わりましてロックからギターの沼崎春信くんです。続きましてジャズからドラムの本間雅人くんです。ちょっと移動しますね。そしてロックからベースの山崎真央ちゃんです。そしてジャズからキーボードの木村一角くんです。そして最後にロックからボーカルの坂田桃子です。よろしくお願いします。ではですね、メンバー紹介も終わったということで、ちょっと次はノリノリの皆様を楽しい楽しい恋のドライブにお連れしますので、どうかどうかみんなもっともっと前に来てね、一緒に踊ってください。立って立って。じゃあ聴いてください。Chiquito